宇垣一世宇垣工作とは、日中戦争打開のために、1938年5月から始まった第一次、この内閣の外務大臣、宇垣一世による和平工作である。イギリスの仲介による、この工作は失敗し、同年9月の宇垣の外傷辞任につながった。石井太郎1937年7月7日の露光橋事件をきっかけに、 日中戦争が始まった。自編初期段階での収集に失敗した、この絵文丸首相は、1937年11月から12月に、かけてのトラウトマン工作の失敗を受け、軍部の強行論の影響もあって、1938年1月、自己国民政府を、大手、とせずという趣旨のこの声明を発表し、和平の可能性を自ら断ち切ってしまった。 日中戦争の泥沼化が懸念される中、事態を有料していた、宇垣一世は、1938年5月の、この内閣改造の際、広田の後期の公認の外務大臣としての入閣を、壊れると、日中和平交渉の開始や、大使とせず方針の撤回を条件に就任した。この内閣改造は、宇垣外相によって、事変の終結を図ることを狙いとしており、 新任の陸軍大臣を不拡大派の板垣、清しろうとしたのも同様の意図に基づいていた。内閣改造後のこの絵は自分も広田もあまりに小政権だとうということを徹底的に言い過ぎた自分がやめて宇垣にやってもらいたいと周囲に漏らしていたという。外務省東和局長の石井太郎は就任間もないうがに何と大臣のお力で国民政府を大衆 とせずを乗り切っていただきたいと和平への努力を要望し、宇垣もそれに賛意を示した。交渉機外相に就任した宇垣は、早々に、この衛生名の再検討を表明し、中日英国大使のロバート・クレイギーや、中華英国大使、アーチボルド・クラーク・カーなどを介し、中村豊和香港総領事を通じて、交渉期国民政府行政委員長、 穴の秘書京介さんらと国秘に接触し、蒋介石政権側からの現実的な和平条件引き出しに成功した。しかし、これらうがきによる工作は、陸軍の出先や石原系を除く、陸軍革新派の強い反対を受けた。また、この絵首相は、蒋介石の下野など和平条件釣り上げの姿勢を見せ、第一次、この絵声明も維持された。出先陸軍は、 北京や南京に対日協力政権を樹立させ、6月には武漢作戦、関東作戦を発令して戦線を拡大しており、国内では公安員の設置を働きかけ、対中外交の主導権を外務省から奪うことを画策。この江首相もこれに賛成した。こうして、この絵首相からもはしごを外された形となり、1938年9月、 宇垣は外省を辞任した。宇垣は石井に事変の解決を自分に任せると言っておきながら、今に至って私の権限を削ぐようなこのえない核に止まり得ないのだ、と語ったという。石井太郎もまた、宇垣大臣の保湿が不十分であった責めを感じ、東和局長を辞任した。なお、宇垣は在任中に発生したソビエト連邦との国境紛争を外交交渉によって停戦させている。 宇垣の外相在任中には、牛場信彦来いはゆる革新派とされる若手外交官が、宇垣宅を訪問して、対中教講論を唱え、革新派のリーダー白鳥敏夫を時間就任にと、訴えて連番状を叩きつける、事件も発生しているが、外務省内の、こうした路線対立も、宇垣の指導力発揮を困難なものにしていたと、考えられる。また、上述のように宇垣は、 首相や外務省からのサポートが十分にない中で、工作の成果も上げられないまま辞任に至ったが、メッシタの課題を実務的に処理する姿勢は、堅実なものであったと評価されている。大杉和は、宇垣が国民政府から引き出した条件は、後の日米交渉に比べてはるかに有利なもので、あるのはもちろん、交渉ルートが確実に国民政府中枢と通じた。 筋の良いものであったこと、相互の信頼関係の存在などから、その後様々な形で行われた、日中和平の試みの中でも最も実現性が高く貴重なものであったとの評価を下している。大杉自身はまた、このように、うがき外交を高く評価するがゆえに、途中で外務大臣職を投げ出したことを、無責任と厳しく批判するとともに、真意のはっきりしない、 突然の外省辞任を昭和史の謎の一つとしている。満州受変以来の日本外交を厳しく批判していた外交評論家の清沢清氏もうがき外交を高く評価しており、日本は久々に外交を持った外交官ではない人物によってと評している。問われるべきは、この絵踏み丸の姿勢であるが、うがき工作とは別個に小解析に次ぐ国民政府のナンバー2である。 王朝長との間に、極秘裏に工作が進んでいたことも、その言動の振幅に大きな影響を与えたものと考えられる。ありがとうございます。